厚別ふれあいホットステーションこの番組は厚別区役所の提供でお送りいたしますさあここからは厚別ふれあいホットステーションのコーナーです毎週水曜日午前10時45分から放送する厚別区役所の広報ラジオ番組です こちらの番組では厚別区からの情報お知らせはもちろん、えー、これからの厚別区の街づくりをラジオの前の皆さんと一緒に考える番組となっておりますそれでは本日も素敵なゲストに来ていただいておりますまず自己紹介をお願いいたしますはい、えー、厚別区役所地域振興課山田です今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますなんか昨日から眠れなかったそうです緊、ね、張、ね、緊張して <laughs> <laughs> リラックスしてぜひね、はい、あの今日はどんなものをご紹介していただけるんですかはい、えー、今日は厚別区の夏の風物詩厚別区民祭りのご紹介に参りましたはい楽しいお祭りですからもリラックスして楽しくお伝えしていきましょうかはい <laughs>、はい、よろしくお願いしますお願いいたします。 じゃあまずこの厚別区民まつりなんですがどんなお祭りなのか教えてくださいはい、えー。町内会自治会や地元企業関係団体によって結成されております厚別区民ふれあい推進会が主催するお祭りでして厚別区が誕生した翌年の平成2年から開催しています<ー>区民の皆さんの手で作られました歴史のあるお祭りでして今年は33回目となります本当に歴史のあるお祭りですね 厚別区で活動する団体による出店のほか、うんえー、食べ物ベアガーデンコーナーステージイベント、えー、江別市や北広島市といった近隣市の伝統芸能を披露する交流ステージ町内会の皆さんによる恒例の厚別音頭踊りを予定しておりまして昨年はなんと7万6500人の方にご来場いただきました。すすごいですねこの あの区の、ね、お祭りでこれだけの規模の人が集まるというのはやっぱりこの歴史があるお祭りならではですよね、こ、はいね、れだけ地元の方にやっぱり愛されているお祭りですしな、ね、じみのあるものなんでしょうね。 私は昨年はあの区民祭りに携わっておりまして、うんえー、初めて区民祭りにあの来場したんですけれども本当にたくさんの方が来場されていまして驚きましたし、うん、何よりあの区民の皆さんが大切にされているお祭りだっていうのをあの感じられてすごくあの楽しいお祭りでした。うん やっぱりたくさんの方がこう集ってワイワイするっていうのがね、なかなか制限が今まであった分、こう開放的になってっていうのもね、はい、大きいのかもしれませんね。ねはい。まあすごく大きなお祭りですけれども、これはいつ開催されるんですか。はいえー、開催日程は7月26日の金曜日と27日土曜日の2日間となります。はい、あとは会場としましては、厚別区役所を前にありますふれあい広場厚別、うん、と科学館公園。 それとサンピアザお祭り広場の3会場で開催されます 2>, うん、まあ、2日間にわたって開かれますから、まあ、どちらかの日程で、ね、合わせていっていただけるといいですけれども場所は3会場ということで、はい、いろいろなこうイベントもそれぞれ違うんですか。そうですね、うんえっと、それぞれの場所で行われている出店の内容だったり出店の内容は違ったりはするんですけれどもあとはステージでイベントが行われていたりですとか。 産業村の方では、そちらの協賛縁日ということで、そちらの方でも、えっと、出店があ,の、うん、ありますはいいや出店とか、やっぱり夏は、ね、盛り上がりますし、あの出店で食べるものって、なんであんなに美味しく感じるんでしょうね。 いや楽しみですねお天気がねよければさらにいいんでしょうけれども、まあ、お祭りといえばまあ出店も気になるところではありますけれどもどんなものが販売されているんでしょうか、はい、そうですねお祭りと定番の焼きそばですとかたく焼きあとは焼き鳥、かき氷などをはじめましてりんご飴や削りちごクレープといったお子さんにも喜んでいただけるメニューを予定しております。 いい,です、ね、いと削りイチゴとかね、はい、人気になりそうですしね。はい かき氷もやっぱりね暑い夏はねちょっと熱中症対策にもいいですしね,そうですね体を冷やすっていうで、ねはい、水分も取っていただいて、はい、楽しみですね、はい、お子さんもやっぱり楽しめるって家族で楽しめるっていうのがやっぱり一番人気のポイントかもしれませんね、はいはい、そうですねあとあの食べ物飲み物以外にもお子様ですと輪投げですとか、はい、ヨーヨー釣りですとかスーパーボーイクくーですとか<ー>そういったあの遊戯コーナーもあの予定されていますのでお子さんも大人も一緒になって楽しめるイベントだと思います。うん また地域の団体の出店というのもあるんですね。はい、はいえー、地域の団体からさんからの出店もありまして、はい、厚別南町内会連合館で、うん、会様ですと、えー、トウキビや枝豆、えっ、ー、と品の小学校親父の会様ですと鶏の唐揚げやフライドポテト、焼きそばですとか、<ー>あとは厚別区民協議会からは唐揚げピロスさんのピロザンギの販売を予定しています。へえ、これは知らなかったです。人気なんですね。そうですね、人気のメニューになっておりますので。へー 気になりますねピロザンギ <laughs> <laughs> はい他にもそのあ子供向けの輪投げとかようよ釣りがあるっていうことですね、はいはい、そうですねまああのトーキビとかねフライドポテトそれからこのピロザンギも気になりますけれどもやっぱりね大人はこうデールが進みそうなメニューが多いですねやガーデンコーナーもありますので、はい、ぜひあの飲みながら食べながら楽しんでいただけたらと思います、うん、いこれは盛り上がるの間違いなしですもね。<laughs> 大人も子どももりり楽しめるというのが一番のポイントですからね、はいはい、あとステージのイベントもあるそうですけれども、はい、どんな方が出演されるんでしょうか、はい、出演者の多くは公募により選ばれた団体でして、はい、区内で活動する子どもたちのダンスチームですとかゴスペルやフラダンス音楽ライブなどさまざまな演目が予定されております。うん あとはまた毎年恒例の札幌東商業高等学校書道部によります書道パフォーマンスですとか出番が北海道さんあと北海道コンサドール札幌さんあとはオールディーズバンドなどの出演も予定されておりますうーん結構盛りだくさんのイベントですねそうですね盛りだくさん大体開催期間中時間中のほとんどで何かかしらのイベントが行われていますので、はい、いつ来ていただいても楽しめるんじゃないかと思います。うんうんへー まああの区の,、ね、あの公民館だったりとかでこうサークル活動でダンスをされている方のまあ発表の場になっていたりとかゴスペルだったりこうフラダンスなんかもね、はい、華やかですからね、はい、イベント映えしますよねや見てる方も、はい食べながら飲みなうら、はい、ぜひ、ね、こうビールも進みながらの感じですね、はい、きっとね、はい、あとこの書道パフォーマンスって私、ちょっと興味があるんですけれども。はい 具体的にはどんんなな感じででしょうねそうですねねそす去年の内容ですと、はい、こうすごく大きな紙に、えっと、書道で書いていただいて、うん、その場で書いていただいてもう見せていただくというのは<ー>書道とパフォーマンスが一緒になったもので、はい、もダンスをしているように筆をこうきっと扱うんでしょうね。はいはい 大きな筆ですよね。きっと、ね、そうですね。はい、すごい大きな筆で。これは見応えがまたありそうなパフォーマンスです。はい、学生さんのご参加っていうのも嬉しいですね。はい、はい、そうですね。まあ、子どもたちから学生さん、あとは大人たちまで、はい、いろんな年齢層であの出演をされております。はい。それから厚別温度踊りっていうのも今年も行われるんですね。そうですね。はい、はい。えっ、ー、と、厚別温度はあの厚別組み祭りの恒例イベントですので、もちろん今年も行われます。はい。 あの今年はですね昨年よりもパワーアップをしていまして昨年はステージを使ってあの約60名での踊りだったんですけれども、うん、今年は厚別区の6地区から総勢120名があの集まりまして、うん、ふるあい広場厚別会場全体を一つの輪で囲って、うん、あの踊りを披露していただきますもう去年の場合ですねじゃあそうですね,は,ねはい。規模がぐんと増えましたねはい、より華やかに <laughs> はい、まあ。この厚別温度だいたいこの区民の方だったら誰でも踊れるものなんですか そうですね踊りの中でまずは踊り手さんたちで踊っていただくんですけれども、うん、後半には参加者も飛び入りで参加できるような時間も設けておりますのでぜひ、えー、皆さんも参加いただければなと思いますなるほどなるほどじゃあ見ながらこうちょっと覚えながら後半は参加もできるっていう、はいはい、そうですね実際にやっぱり参加できるイベントって楽しいですもんね。はい これ女性だけじゃなく男性もいいんですか、はい、そうですすかそうねあの踊り手さんはこれまでは女性だけだったんですけれども、はい、今年から各地区から男性の踊り手さんも募集しておりまして、はい、当日加わることになっています男性はハッピー姿で踊っていただきますのであ<ー>ハッピー姿の男性陣にもご注目いいただければと思いますそれはまた、ね、夏の風物詩とも言えるぐらいじゃないでしょうか、はい、夏の、ね、浴衣と男性の、ね、浴衣もいいですけどハッピー姿も勇ましくていいですよね。はい 踊り手募集しているということでぜひね興味がある方はねあの今からでももちろん間に合いますよね。あ、えー、当日の参加で大丈夫なんで,す、ねまあ、ですね。はい,はいぜひ興味がある方は、はい、ぜひね行っていただきたいなと思います。これも日程はもう決まってるんですか？はい、そうですねと26日27日の2日間であのお祭りが開催されるんですけれども26日1日目の開催になります。 じゃあ熱烈温度踊りに出たい方は26日にぜひ行っていただきたいですね。はいはいはい、そうですねあと抽選会も今年も行われるとといいうことですねはい、抽選会も今年も行われまして昨年から抽選会が始まっているんですけれどもえ、うん、今年もあの景品として人気のゲーム機ですとか電気製品などの,あの豪華景品を用意しております。へー 景品が豪華ですね。そうですね。はい、<laughs> あの抽選会に参加するためにはですね。うん、あの前売りとなっております。食べ物、ビアガーデンの共通利用券についているあの抽選券が必要ですので。 購入規模の方はあのぜひおお早めめにお買い求めいいい求たただきたいと思いますなるほどじゃあ、抽選会に参加するためには、その前売り券を購入しなきゃいけないということで、計画的にね、はいえー、お休みが取れたら、まあ、そこ行くって決めたら、前売り券を購入していただくっていうことが条件です、ねはい、そうですね、前売りだけになっていますので、<laughs> <ん>当日の、えー、販売というのはしていなかったので。<ー>はい、なるほど じゃこの豪華景品が当たるかもしれないワクワクドキドキを味わいたければ、はい、前売り券はぜひね、はい、皆さん購入していただきたいですねぜひこ国国境北購入お願いします<笑><笑>どこで買う買えばいいんですか、はい、前売り券は販売場所はの厚別区役所の地域品効化のほか、えー、区内6カ所のまちづくりセンターでお祭りの前日まで7月26日も25日木曜日まで購入できますのではいぜひ、はい お越しいただければと思います。わかりました。区内六箇所のまちづくりセンターと区役所という感じですね、はいはい。そうですね。はい、まあ、お忘れのないように、まあ、行きたいという方はね。ぜひ、この抽選会のたに参加するためには、この前売り券を購入していただくということで。はい、景品。 ホームページで確認できるんですか。はい、ホームページでもあの詳細があの掲載されておりまして、豪華経費の中身を確認することできます。なるほど、もうこれが当たるかもしれない、これが欲しいみたいなのを事前にチェックをして、はい。そうですね、はい。<laughs> 参加してほしいということですね。はい、例えば、私はあの電動かき氷が、私は欲しいなと思うんですけども、<あ>景品としてもちろんありますので。あ,あるんですね。はい、ええー、まあ、この夏も暑くなりそうですから、はい、かき氷機が家にあると便利ですね。手でガリガリやるのもね、また風情があっていいんですけど、はい、電動はまあ、とにかく早いですし。はい あの綺麗に削れますよねそうそうあれはねふわふわの氷が出てきますので、うん、またちょっと違った感じの昔ながらの,あの手で削るのはガリ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 っていうねちょっと昔ながらの懐かしいかき氷になりますけれども、はい、電動はちょっとふわふわ系ですもんねまたいいかもしれません <laughs> 皆さんもぜひねこうホームページで景品などもチェックしていただいて。 えー、お祭りにね日程もそれぞれ、まあ、どいつ行ってもイベントはたくさん行われてるので、まあ、いつ行っても楽しいイベントだとは思うんですけれども、まあ、これね抽選会はいつとか。 圧別温度は、はい、いつっていうのが決まっていますからね、はい、その日程もチェックしていただきたいなと思いますが、最後にリスナーさんの皆さんに、お願いいたします、はいえー、と昨年は4年ぶりの開催でして、はい、来場者がどのくらい集まるか不安な中での開催だったんですけれども、蓋を開けてみれば大勢の方に来場していただきました、厚別区民祭りだから行ってみようかということで、区民祭りを特別なものと思って、来場していただいた方がたくさんいたんじゃないかと思います。 厚別を地元と感じている方ふるさとと感じている方がたくさんいるんだなということが伝わってきまして、はい、あの胸が熱くなるような思いがしました、えー、組まつりは町内会自治会や地元企業関係団体の皆さんによる、えー、手作りのお祭りですぜひ皆さん今年も組まつりに遊びに来て手作りのお祭りを感じていただければと思います はいありがとうございます去年が四年ぶりの開催ということで、はい、まあコロナ禍でちょっと中断していてっていうことですよね、はい、そうですねはいコロナ禍でかい再開をしてようやく四年ぶりに開催できたお祭りだったんですよね、はいはい、まあ開催ね再開する時って結構やっぱり自治体とかも時々する部分はね、はいはい、ありますよね、はい 実際どのくらい来ていただけるのかなとか、うん、うまくいくのかなという反応、はい、ある中ではあったんでですけれどもまあでも蓋を開けてみればもう大盛況ということだった、はいはい、ということです,、ね、そうですね。皆さん来ていただいてすごい楽しそうな顔を見れて嬉しかったですね、うん、いや,やっぱりねあの人混みを避けて気をつけていますという方ももちろん中にはいらっしゃるかもしれないですけどやっぱり地元のお祭りなくなってほしくない、はい、楽しみにしてますという方の方がやっぱり多かったということですね、はいはい、そうですね。 ああ、なるほど。今年もね。是非盛大に、えー、この厚別区民まつりが開催される予定ということで、26、27日の2日間、金曜日と土曜日えー、2日間行われますので、スケジュールなどもね。皆さんチェックしていただきながら、楽しく参加していただければなと思います。まあ、暑くなりそうなので、やっぱり水分補給とかもね。はい、しっかりしながら楽しんでいただきたいですね。熱中症対策はし,、はい、しっかりしっかりしていただければと思います。はい、本日は厚別区役所。地域 進行課山田さんにお越しいただきましていろいろとお話を伺いました山田さんありがとうございましたありがとうございました全然緊張感はなく緊張しました <laughs> 流暢なお話ありがとうございました厚 <laughs> 別ふれあいホットステーションこの番組は厚別区役所の提供でお送りしました